流動ダビなんですよ。うん。それで、要は、まあ、表現は違うかもしれないけど、ね、曲とかもさ、いきなり、ファンファーレとかでカーンって始まる曲があるよね。優しく始まるんじゃなくて、いきなりバンって始まる。ただ、パッて注目されると思う。なけん、一番の品物っていうのは、一番いいものを先に出す。だ注目されるじゃん。はい、次、何々さん、どうってくれると、パッてやるときに、一番。白、大したものなんか、そうそう、今からこう出そうってしない中で、あ、これや、みたいな、今日のメインこれや、みたいなメインディッシュを一番最初に出す。コースの料理っていきなり重いものを出さない。じゃなくて、いきなり、なんか、本質から出すみたいな。一番いいところから出す。っていうふうに、だから流動ダビに並べてっていうのはそういう。一番の出品は流動ダビです。の方が注目されると。そうなんですね。うん、いやいや、だけど、要するに、この出し方にもテーマがあるからいいな。で、それぞれのお店のあれがあると思っちゃうけど、で、こんなの習うわけじゃないと。私とかは、あ、そうした方が多分買いやすい。要するに今度は買い手さんの気持ちにならないか。うん。自分だけは、要するに乗れるっていう。ともうごっちゃごちゃと、歯並びの悪ごっちゃごちゃと、なみたいな感じはなんか。なんで、スーッと来てもなんだけない。その箱が、例えば、ティファニーならティファニーだけで収まっとうとか、そのバッグは全部グッチシリーズ、あ、これグッチシリーズにしとったね、とか。そしたら、今度は逆にとってそんなのないんだから、全部赤いバッグだけにするとか。こう。そろっとったら、なんかあとは、なんかこう、買いやすい、相手さんが買いやすいようにテーマを作る。っていう出し方をする。だけど、そこに物があるとしたらさ、どういう出し方するかって考えないから。で、とりあえず、テーマ、一番最初の基本姿勢としては流動だ。うちはね。なんでかというと、そっちの方が注目されやすいから。その自分たちの荷物が、なんて言ったらいいと、あ、ここ面白そうやね。ただし、もうね、小売りをしようけんさ、小売りの後の品物やけんさ、ウィ商品って言ったらこういうの、蔵から出したばっかりの商品。売り場になってないよね。ただ、そういう品物って一番、やっぱ欲しいわけ、買い手さんにする。小物屋さんってさ、自分のところで店持っておしゃれにしようって、どこで仕入れようかって、市場で仕入れようじゃん。ただ、その市場の仕入れっていうのは、結局、いい品物だったら、注目してるじゃん。だけど、昔、うち小売りを持ってなかったときは、春巻さん、今から春巻さんですよ。見てわーって寄っていける。今、春巻さんですよ。春巻さん、ちょっと小売しようやけん、小売のどこりやけん、ね、あんまり注目されるかな。まあ、こうした時間はない。だけど、逆に、名前を、どこの品物かわからんような出し方がしてあるのが、大会の出し方。で、この平場っていうのはどこの品物かっていうのがはっきりわかるんですよ。だけ、きれいに整理しとかんといかんねえのっていうのがうちのいとこだ。うん。かな姉ちゃん、ちゃんと掃除しましょうよみたいな。はい、すいません。っていうので、私たちはお手入れっていうのが大事な仕事なんですよ。じゃあ、銀行に行きます。あ、鍵持っとこう。あ、これ作ってきて。あ、ごめんごめん。ありがとう。で、あ、くくさんごめん。ガソリン入れとってもらったら助かるっちゃけど。ごめんね。というので、23年の一番の日にちを書きます。27日。今日取引禁止だけど、一番27日ある。いつ取引禁止だったかじゃなくて、一番の日にちを書きます。それで、これは今日は、今回は出したの、組合に出すので、組合に出して、だけど、もうこの日までに手入れが終わっとかないかんじゃん。でも終わってます。終わってます。今回はもう終わってます。それで、必ず、これ、ほら、こうやったら、これだろう。これを外して、こっちに1番って書いて、1番をつけるわけです。こういうふうに。つけるのセロハンテープ。そうそうそう、今セロハンテープ持ってきてるかな。で、この時にこういうとこ静かに置かんと、傷つけるけんね。そんな気をつけないから。売り場で作業するけんさ。で、どうかして作業するときは、ここに敷物が敷いて、せないかんときもあるね。で、その時の敷物がね、これ。あ、ここが今からこの上で作業するなと思ったら、必ずこれを敷いてから作業を始めること。今日もそのセルテープだけでいいけど、はい、本来は、もしここで、手入れをするのやったら、そんな感じです。それでですね。あ、もう、間違いで終わってなかったらもう。あんた、なんでこんだけ、こっちやろ、もう。アホ。はい、こっちこっち。いい？これなんすか？俺はお客様にするなんかこう、化粧、リボン、化粧用の、およそ行きやろ、もう、これ。だけど、それが診療そうよ、これも。これは、あれに言ってると、よそ行きじゃなくていいと。よそ行きに行くっちゃばって、これは、あれやろ、なんか、
これお客様用のなんとか用みたいななんかあるやろ、そういうなんかこう。ない、うん、おうちでも、それよ。で、一番、あとはここ、だけここに書いて、なんで書いておかないかなって、あと書き写せばよかろうが、こうやって。ね。だけ、ここにして、なんでわざとこうやって書きようかったら、ここ、あとここは書くため。うん、あ、わかる。OK。まあ、1番からここでも何でもいいっちゃうけど、ここにして上からでも順番だけね、テーマになって。で、2番が次、こっち。はい、で、ちゃんと後から剥がしてもいいとこは。それで、いやいや、ここでいいです。そうそうそう。ってことは、こっちにも1番で貼った方がいいね。ってことだよね。ということで臨機応変にすることがあるわけです。それで、この一番下、セパレートしておけ。この下、この下、これ下、これ下。そう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 。で、それで貼っても問題ないところにこの辺とかに貼って、ね。そう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 だ。で、二番も、はい。で、3番のやつは、はい、じゃあもう、こっちの状態、逆に。これ、はい。そういうこと。で、ここはこれで終わり。次、はい、それに気にしちゃったら、これを出してね、今日取り切りしなきゃね、はい、組合の人がね、組合の集荷の取り切り、そしたらこれを、そうそうそう、出すの手伝ったり、で、2人で多分聞いちゃうけど、まあ、手伝うこともないかもしれないけど、まあ、手伝って、で、ちゃんと挨拶しとった方がいいよ。と、はい、いうので、とりあえずここは終わり。あ、というか、今日せんでいただいた。すると、あとでします。わかりました。ということで、今日は市場の出品準備をしてます、三岡君と。今日も一日よろしくお願いします。で、ほら、ここついここ見ろ。ここ見ない感じだ。これ大変やろ、これ。もう大変やろ、ここ見ろ。忙しい。遊び場じゃないで。はい。